はい、どうもこだろうですっていうわけなんですけどね、少しもやってきました平湯にね。あの平湯キャンプ場からですねちょっと時間があるんで、大滝の方ですね、平湯大滝っていうの行ったことないんでね、ちょっと行ってみようかと思います。はい、ちょっと楽しみですね。一回もねここは完全にいつも疲れてスルーしてたんですけど、今日は時間があるんでねちょっと寄りたいと思います。はい、こんな感じでスキー場跡があんねんね。あっこ急すぎるやろあれ、スキーとしてはめっちゃ急やな。でこんな感じでリフトの跡なんかなあったりして、お、すごいですね、羊がいるじゃないですか。さっきちょっとゲリラ豪雨があって今小雨なんですけど、まあ小雨でも行きましょうか。でこっち、あ、すごい羊がいますね、毛刈られとんの完全に。途中ですごいでっかいトイレあります。結構遠いよね、なんやかんやって。あ、平湯大滝書いてくれてるけど全然遠いよ、1キロ、800メートル、800メートルってこんな遠かったっけな。思ってたよりすごい立派な滝です、びっくりした。すごいやん、これは値打ち合うな、来たかったらやな、もっと早く来とけばよかったわ、これはすごいわ、もうちょっと近くで見てみたいわ。晴れてんのに大雨状態ですね。キツネの嫁入りってやつ、すごいね、もうなんか綺麗やね、晴れの雨って。平湯大滝、日本の滝百選、幅6メートル、落差64メートル。結構あるね。はい、滝を見てきました。はい、まあね、平湯の大滝かな。なんかね、大阪から電車で行ったら、ね、いきなり上高地まで行くのもなーっていう方はね、あのぜひ、ここで泊まってね、そこから朝早く上高地行くのもありじゃないかなと思いますね。その時にあの平湯大滝を見ていただけたらなと思います。まあそんな感じで、ほな、さよなら。